丘の上から見た麓の周雨周雨は、大流星の雲から降る雨のこと。周雨。降水強度が急に変化し、降り始めや降り止みが突然で、空間的な雨の分布を見ても変化が大きく、散発的であるのが特徴。特に、短時間で止むような一過性の周雨をにわか雨という。大流星の雲とは、積雲や積乱雲のことである。これらの雲は、 大気が不安定な時に上昇気流により、垂直方向に黙々と発達する一方、水平方向への広がりが小さい。そのため、一つの雲が通過する際に降る雨は、平均で十分程度、長くても数十分であり、すぐ止んでしまうのが普通である。複数の雲が連続して通過すると、降り出してはすぐに降りやむことが繰り返され、強度変化の激しい雨が続いているものとして、 観測される。なお、このような雨のうち、雨量が数十分で数十ミリメートルに達する強いものを、局地的大雨、数時間で100ミリメートルを超えるような激しいものを、集中豪雨と呼ぶ。特に積乱雲による周囲は、雷や突風を伴うこともある。日本では、夏の午後、夕方頃に積乱雲が発生して、周囲となることが多く、 夕立ちと呼ばれる。にわか雨の天気記号国内気象通報の日本式天気図における21地点気では、にわか雨が定義されている。記号表記は雨を示すの右下にカタカナの2をつける。これは、にわか雪と同様、にわかの略である。夏のにわか雨は雷を伴うことが多いが、この場合、雷の記号が優先される。 国際気象通報式のシナップ及びシップにおいて、天気の項では、の4種類が周囲を表す。なお、雪、荒れ、氷、雷などが、同時にあればそれが優先され、違う表記となる。ミターやタフでは、特性の欄の SH が周囲性、降水現象の欄の RA が雨を表す。ありがとうございます。